皆さんどうも、ピーマンドゥエスというわけで、今回サクサクセスで最強チームを作ろうシーズン4実況、4回目になりますよ。今回の実況では選手作り最後になるよ。ピッチャーの中継ぎ6人、そして抑え、クローザー1人、計7人の選手を作っていくぜ、ベイベー。こちらのシリーズは現在5日連続動画投稿中になります。今回はその4日目というわけでね、先ほども言いましたが、今回で選手作りは最後。明日の実況ではついにオートペナントで回してみたいと思いますのでね、明日の実況もお楽しみに。いやー、前回の実況を見てくださった方々はわかると思いますがね、先発ピッチャーを作ったんですが、もうクソもクソ、うんこができたね。出来上がったのはうんこでした。びっくりしたね。ほんとゴミのような選手を作ってしまったことを今ものすごく後悔してる。あの先発陣ではリーグ優勝どころかリーグ3位にすら入れない。それくらいひどいレベルがね、できたので、今回の中継ぎ抑え編ではもうとにかく強い選手を作っていきたいと思う。先発陣を助けられるようなね。そんな選手をたくさん作っていこうと私ピーマン考えているので、ぜひぜひ期待して見てくれよな。じゃあ選手作り始めていきましょうか。まず一人目は中継ぎの選手です。中継ぎから作っていくのでね。利き腕設定は右投げ右打ち。守備者投手でフォーム設定は3クォーターの80番あたりで OK。球団設定はね、パリーグの、じゃあまずは日ハムから入れていこうかな。持ち込みアイテムはね、何にしようかな。やっぱ球速だね。球の速いピッチャー。そしてヒーリングカード。この2枚でまず中継ぎ1人目の選手を作るよ。後悔のないようにレッツ最強サクサクセス。ステージ1。やってきた。さて初期能力はこんな感じだね。これスローカーブついてるのはいいね。速い球速プラススローカーブ。おいおい、無双ゲーか。いいね、素晴らしい。さてステージ1では選手が1人、おにぎりマスが1つ。球速マスがなんかたくさんあるね。ぜひぜひ踏まねば。踏まないと損するな、俺だ。どうしようかな、これまず。ん、マイナスマス踏むのは痛いんだが、ちょっとこっち行ってみようか。はい、何が下がる？球速下がるんかい。やめてや。球速下げんといてや。お願いですよ。体力減少。また持病持ちなのかな？この人よく持病持ってるね。まあいいんですけどね。まあ持病持ってるながらも、頑張ってるっていうね。応援したくなるね。24時間テレビを見てる感じがするよね。そんな感じですから、いいよ別に。持病持ちでもね、プロ野球選手になれるんだということをアピールできたら、俺の中でこの実況というのは非常に意味があることなんじゃないかなと思ってますよ。24時間テレビより感動できるね。感動の嵐ですよ。サライ歌ってよかですかね。遠い夢、捨てきれずに、ふるさと、長くなるからいいや。めっちゃ長くなるね。A メロから歌わないでしょ、普通。バカだね、俺って。タカラバコ、オーマイゴッシュ、最高です。さて。無地パネルが輝く、そして輝くウルトラソウヘイ、キモティレッツゴー、キモティレッツゴー、最高です。体力も9回復、オーマイガー、オーマイゴッシュ、最高。無地パネルが青く輝く、そして輝くウルトラソウヘイ、有名じゃない、あれもこれも。ちょっと待てよみんな、これ上のマス踏むと全て急速マスになるね、青マスが。ただね、やっぱ変化球マスを踏みたいんだ俺は。どうするかだよね。うわー難しい。どっちへ行こう。やっぱでも球も球速も、いや、ここは変化球を取るよ。ほら、マスが切り替わったね。まあ、しゃあない、しゃあない。しゃあない、しゃあない。諦めよう。で、変化球マス踏んで、はい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 。球なんていつでも早くできる。早くしようと思えばね。メンタルの問題ですから。早くする気があればいつでも早くできるんですよ。ほら、見て。球速超人ね。宝箱の中身は最高です。さて、ステージ2終了。ここまで素晴らしい選手ができている。これで特殊能力があればもっと素晴らしいんだけどね。ここまでまだ一つもないですから。さて、宝箱がいきなり近くにある。イェーイヘイ、いやー、気持ちいいね。最高です。最高です。最高です。球速アップ139。素晴らしい。なんだ？球速超人ね。おい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 。どこまで速くなる？どこまで速くなるつもりだ？お前は肩か。おいおいおい、もう149ですよ。おい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 、これは現実ですか？現実感まるでなしだね。最高すぎます。最高です。変化球マスがある。ぜひぜひ踏まねば。
こっち行こうか。はい。うわ、スタミナが下がるのは痛いな。先ほども言ったけどね、本当まあ先発陣というのはかなりひどい出来ですからね。本当それは前回の実況を見てくださればわかりますから、先発陣のスタミナのなさは異常ですからね。中継ぎは能力もあってスタミナのある、そんな選手を作っていかないとね。さてステージ4ですよ。選手がいきなり横にいる。ただこのステージからカレンが出始めるからね、赤マスもなるべく踏みたくないんだ。基本ちょっとゴール目指していこう。体力がないからね。武田ポーカーフェイス、また微妙だな。微妙すぎて泣けてくるわ。お、シンドいるね。さてカレンは、うわー、わりかし近くにいるな。これカモン、シンドカモン、レッツゴー。さすがシンドイケメンだ。トゥーシーム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 欲しかったな。うわ、ちょっと待って、これスタミナあまりにもなさすぎるね。スタミナお粗末だな。ワンポイントでしか使えんぞ、これセットアッパーだね。一回しか投げれないよ、このスタミナでは。球は速い、いいんだが、さて、後悔のないようにステージ5行きましょう。宝箱はそこか、遠い。体力は15だからね。これちょっとシャッフルマス近くって持ってきて、うわー、急速強化カードまでも落とすのか、俺は。最悪すぎるわ。さて、近くに来い。残る体力は10だ。おー、おー、あー、どうだこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、いけるね、いけるね。ゴールはできる。よしよし。じゃあ、宝箱取って終わりだ。よし、スタミナもあるね。お、ほんで、ブスが来た。ブスは大丈夫。遠い。ブスは遠い。宝箱。おー、急速160来たねー。おー、無地パネルで体力回復だ。お、まだ冒険できるか。いや、2か。うん、ダメだね、これ。もうできそうにない。あー、これで終わりだ。うおー、いい選手出来上がると思ったら、結果スタミナがないやつ。セットアッパーだね。セットアッパーだ。セットアッパー確実です。はい、選手の方が出来終わりました。まず中継ぎですね。最初の方は強くなるのかなと思ったら、結果ただの球速バカになるっていうね。ちょっとスタミナのなさ、そして変化球もね、スローカーブ変化量4といいんですが、シンカー変化量1。まあ、コマンドが少ないよね。でもこの球速なら、まあ、1回限定ならほとんど打たれることはない。防御率1点台も十分叩き出せそうな成績なんじゃないかなと俺は思っている。うん。思ってますよ。実に思ってますよ。はいはいはい。1人目の選手はこのような出来になりました。お次、2人目の選手作っていきましょう。さて、お次2人目の選手はどうしようかな。これも右投げ左打ちだね。よしよしよし。で、オーバースローの、14番あたりで OK。球団設定は次、じゃあオリックスに入れて回そうか。で、持ち込みアイテムやっぱスタミナ。中継ぎスタミナ欲しい選手が欲しいから、スタミナとラッキートレジャー、この2枚で作るよ。レッツ最強サクサクセス。ステージ。オールワン、やってきた。さて、初期能力は、おー、サークルチェンジ。これまたいい変化球持ってるね。いきなり変化量に、初期能力がなんか高い感じするね。よし。じゃあいきなりちょっとシャッフルマス近くあるんで踏んでいこう。おお、変化球マスが横に出てきたが、一旦無視だ。こう踏んでいこう。こう踏んで、こう踏んで、踏んで踏んで踏みまくる。無地パネルが様々な色に輝き出した。そして、輝くウルトラ、そう、ウォー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 。さて、選手誰だ？マイストーリー。変化球中心か。起用法が変化球中心に変わったね。で、変化球なんだこれ。シュートね。シュート変化か。悪かない。悪くはない。そのセンス、実にいいとは言えないけどね。よし。まあ、ステージ1これにて終了だ。うん、起用法がね、変化球中心になりましたから、変化球ピッチャーを作らないとダメだね。よっしゃ、ステージ2行こう。ステージ2。うわ、なんか赤マスに囲まれてる感半端ねー。赤マスに囲まれてない？何ですかねこれ。いじめですかね。俗に言ういじめじゃないですか。あのね、体力回復ダウンしないで。持病持ちやめろっつってんだ。バカかお前は。上に振動がいるがな。うん、ここは体力温存といきたいわけだ。ちょっとこっち踏んで。急速アップいいね。じゃあ最後スタミナマス踏んでいこう。やっぱスタミナ欲しいもん。ここまで何とも言えないね。もっともっと強くしていかなきゃダメなのになかなか強くならない。ステージ3行こう。ステージ3。おお、変化球ます。落ちる球じゃないか。これはぜひ踏まねば。カモン、西。スタミナ4上げてくれたよ。おお、コントロールアップ。素晴らしいぞ。ほんで変化球なんだこれ。スプリット。いい球。体力も超回復。これはいいぞ。おいおいおい、天国かこれは。おお。俗に言う天国言うやつやないかよ、お前これ。ああ、特殊能力もたくさん取れた。対強打者取れるのはいいな。もうね、対強打者取れば柳田あたりブンブンですよ。柳田なんて怖くね。そもそも柳田って誰ですか？レベルになるね。対強打者の強いピッチャーはいいよ。
ねえ。しゃ、ステージ3コインで終了。いい、どこまでもいい調子は続くね、本当に。アテナマスで体力回復と続いてますから、まあ、持病がね、また発作というのが起こさないように願いますよ。無地パネルが赤く輝き出した。まあ、もともと無地パネル自体は少なかったんで、別に、良くないけどね。別に良くないんだけど。さて、これ待てよ。俺はね、このバカ犬を追いかけて毎回失敗してる感じがするから、もうここは追いかけない。バカ犬無視で行く。こいつと絡むとよ、ろくなことねえんだ。ほら、見て。ガンダーを追ってたら、あれ、カレンに見つかってたよ。危ない、危ない。こういうことだよ。バカ犬なんて信用するべきじゃない。信用できるのは自分自身だ。おお、スタミナ6、C の62。おお、みずきちゃん来たよ。ただ、みずきちゃん、野球マン2号すぐ帰るからね。サボり癖ついてんだよな。お、コントロールアップ。ちょっと待て。ちょっと待て。あまりにも休息がなさすぎませんか、兄じゃ。これあかんでしょ。みずきちゃんかも。みずきちゃんかも。レッツゴー、野球マン2号。レッツゴー。体力回復プラス能力アップ。おお、進化系の変化量が上げてくれたよ。素晴らしい。選手もカモン。誰だ、平野。あ、抑えの平野か。よく打たれる平野ね。観客にやじられて切れた平野ね。あれ情けないよね。ま、いいんじゃないでしょうかね。人それぞれですから。さて、ステージ5。後悔のないようね。ここまでいい選手できてる。欲を言うならば、やはりこの球速のなさ。これをね、改善したいところではある。選手カモン。選手カモン。意地でも逃げようとするお前が大嫌いで仕方ないね。カモン。誰だよ。さて、リリース丸。これはいいぞ。特殊能力ゲットだ。そして、まずは宝箱を取りに行くことだよね。彼はどこも来る。マッシャン来てるね。怖い。怖い。あ、こっちからゴールいけねえんだ。ノノ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 ノ。失敗した。これあかんねえ。とにかくゴールを目指そう。野球マン降りてこねえか。カモン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 。レッツゴー。あ、これカレーハム成功するかもしれん。いけるね。カモン。カモン、レッツゴー。はい、ブスは帰れ。ブスはドリンクだけ置いて帰れ。ドリンクだけ、お前はドリンクだけ存在価値。ドリンクの方が価値が高いという悲しい現実。ありがとうございます。おーおー、進化変化量上がる。無地パネルが赤く輝き出した。これは最悪だな。うわうわ、マイナスを握りますもあるし。とりあえず宝箱だけは取りたいぞ。おい、あー、青パネルまでも消滅か。終わりだもん、これで。最後何？あ、変化球超人伝か。よし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 。球速こそはないが、これなかなかいいピッチャーできたぞ、あんちゃん。ねえ、これ二人目いいわ。二人目いいのできたわ。褒められるわ。褒めてくれ。頭なでなでしてほしいね。はい、二人目の選手が出来上がりました。このようですね。スタミナコントロールもありますが、球速の長さがちょっと痛い。特殊能力も盛りだくさんというピッチャー。変化量もね、すべて変化量3以上ですから。いいピッチャーができたと思います、2人目。じゃあお次3人目いきましょう。さて、お次は中継ぎ3人目の投手は、左投げ右打ちで OK でしょう。フォームセッター3クォーターの5番あたりで OK かな。球団設定はお次はソフトバンクに入れて回してみよう。ほんで持ち込みアイテムはね、ラッキートレジャーカードと、まあ、可憐対策にぶっ飛ばしカード、この2枚で OK かな。始めていこう。レッツ最強サクサクセス、ステージワンワン、やってきた。さて、初期能力は、ナックル。オーマイガー。はい、ナックルが初期能力でついてるピッチャーですね。なかなかいい。ナックルピンにしたろか。お、基本能力が変わった。何が変わったんだ。あ、守備力、あ、どっちにしろ増えてるね。で、変化球はカットボール。これはなかなかいい球じゃない。パープロではあまりよろしくない球だけどね。正直パープロではよく打たれる球だ。でもまあいいでしょう。選手かも。戦士かも。戦士かも。逃げるんだね。いい、来なくていい、来なくていい。無地パネルが輝く。そして、輝くウルトラソウ。へい、有名じゃない。あれもこれも。その程度ドアを開けましょう。はい、終わりです。ステージ1からいきなりこの能力のアップ。やばすぎるね。どこまでこの天国が続くか。ヘブンがどこまで続くかだね。さて、ステージ3行きましょう。ステージ2だね。ここはね、正直あまり特にやることないんで、体力温存作戦だね。よしよしよし。あまり使わなくていい。おー、体力回復。冒険はする必要性ないな。これ、ガンダーを追いかけると俺はあまりよろしくないことになってるんで、ここはもうガンダー無視で。カードなんていらん。カード持ってますから。ビザカード。持ってますからね。大丈夫ですよ。さて、ステージ3だ。やってきた。おー、ナックルの変化量マスがあるね。
ぜひぜひ踏まねば、ねばねばねばた。レッツゴー。さてこれはどうする？まずは、回復マス踏みに行こうかな。回復マス取りに行くついでにナックル取って、避けるんかい？避けんなや。で、誰だ？カモン、千賀。キレ丸、いい特殊能力をくれた。で、体力アップ。で、宝箱取って、野球神殿。おー、特殊能力低めと根性がついたね。体力また回復。おい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 。おい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 。回復しすぎじゃない？ぶっ飛ばしカード持ってますから、たとえこのようにぶっ飛ばせる。ただもったいない。ステージ3で使う内容じゃなかったな、今。ねえ。ちょっとカレンの動きをもう少し読むべきだった。これはもったいないことしたぞ。カレンは何度も出てくるからね。ステージ4、ステージ5と。これ失敗したな。最悪だな。ボンミスだな。よしよし。もういい。もうやることがない。全部食べたったわ。ステージ3の青マスね。次行こう。ステージ4だ。おう、赤マスに囲まれてる。ここは地獄ですかね。地獄なのかな？俺が住んでる地域は。おいおいおい、体力ダウンしないで。カレンはどこに来た？割りかし近くに来てるじゃない。うわぁ、目をつけられたな。まずいな、これ。はい、帰れ、ブツ。カモン。急速5アップ。レッツゴー。うわぁ、これ待てよ。急速マス踏んで。うわぁ、悪魔に姿を変えやがった。見て。気持ち悪いブスがさらにブスになったよ。悲しいね。ブスは悲しい。悲しきブス。うわぁ、これ体力回復します。踏みたいが踏めんな。やめとこうか。で、スタミナマス踏んで、よしよし、これでオッケー。おい、おー、よしよし、回避。あー、ダメだ。またこうやって回ってくるね。そこ繋がってんのか。最後まで踏めず。最悪だね。さて、ステージ5。おー、宝箱が2つあるよ。悔いのないようにここでいい選手を作っていこう。なんだ？おー、スタミナ超人伝。ありがたい。ちょっとスタミナ不足だったからね。何？請求超人伝が、正直変化球超人伝が欲しかったな。俺はね。俺は。さて、またわりかしブスが近くに来てるよ。はい、野球マン2号天使、かわいいね。ブス見た後の天使がかわいすぎて泣けてくるわ。神様って平等じゃないね。だからこそ美しいのかもしれないね、神様って。さて、赤パネルが青みを指してきた。そして野球マン2号、本日2回目の再会ですよ。好きなのかな？私のこと、好きだよね。そういうことだよね。たかしくん、あ、違う、たかしじゃねえ、誰だそれ。たかしって誰だ。よしよしよし。変化球マス、変化球マス見に行こう。カモン、カモン、下にある。持ってたカード、ラッキートイジャーカード、落として結構コケコッコですよ、そんなもん。いらん、元からいらん。元からいらんものを俺は持ってきたんだ。おい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 。おいおい、戦士カモン、戦士カモン、レッツゴー、レッツゴー。緩急丸、素晴らしい。これはもう素晴らしい。しか言ってないね、俺は。素晴らしいしか言ってないよ。はい、3人目の選手、出来上がりでございます。ふぅー最高、最強ではないですけど最高の中継ぎができたんじゃないでしょうかね。欲しい方結構いるんじゃない？はい、中継ぎですよ。能力の方確認していきましょう。カットボールが変化量5、ナックルも変化量4ですね。球速も143と。まあでもこの辺はもう少し145あたり欲しかったかな。スタミナコントロールともに C で、特殊能力には対ピンチ C、キレ丸、根性丸、低め丸、緩急丸と。いいピッチャーだよね。いいよね。最高だよね。欲しいよね。やらないよ。これは俺のものだ。はい、3人目の選手が出来上がりました。お次4人目行きましょう。さて、お次4人目の選手は、また左投げ、左打ち、左投げのピッチャーで、守備値は投手で、スリークォーターの3番あたりで OK。球団設定は、じゃあ次はロッテに入れて作ろうかな。で、持ち込みアイテムはね、先ほど同様、ラッキートレジャーカードと、球速強化カード。この2枚で作ろうと思う。レッツ最強サクサクセス。ステージ !1-1! やってまいりました。さて、初期能力は？おう、H スライダー変化量2がついてるね。ステージ1では変化球末、あれはおそらくスクリューかな？シンカー系の変化だね。ぜひぜひ取りたい。今日この頃、体力がいきなり超回復。でもいらない。ほんでその後ダウンするっていうね。逆ならもっと良かったの。ね、普通逆で来ると思うけどね。神がいるならば俺は逆で来ると思う。俺が神ならばね。俺が神ならば、プレイヤーのことを思って逆にするだろう。でもこの神は違うんだね。わかりました、わかりました。もう言わない。スタミナ4上げてくれたね。よし。じゃあステージ1これで終了だ。やることはもうない。ケツ毛もない。陰毛もない。脇毛もない。K シリーズ全部落としてきたわ。
スクリューがついたね、変化量には。いいね、変化球にはね。おう。ステージ2では、おう、ちょっと青マスが多い感じがするね。これはありがたい。神がいるね。神とケツ毛と陰毛と脇毛全部いたわ。探したらいるもんだね。探したら結構見つかるもんなんですよ。探し物は何ですか？見つかりにくいものですか？若干噛んだね。持ってたか。の最悪。もう終わりでいい。気分が悪い。持ってるものは落とさねえんだ。陰毛と脇毛くらいだろ、落とすもんは。日常生活パラパラ落ちとるわ。その辺によく落としてくるからな、俺は。さて、宝箱が一つ、選手が一人。これはもう宝箱の方行くでしょう。選手が自らこっち来てくれたらありがたい。うわー、変化量が落ちたな。無地パネルが赤く輝き出した。ステージ3でやることはもうないね。お、尻上がりと玉持ちだよ。尻上げてどうすんだ。いい、いい。まあ、回を追うごとにいいピッチングをする。まあでも中継ぎ用の特殊能力ではないね。これが先発ピッチャーならいい特殊能力になったと思うんだけど。おお、なんかステージ4は青マスが多いね。レッツゴー、レッツゴー、カムカムカモン。レッツゴー、レッツゴー、カムカムカモン。スタミナ超人で。うん。スタミナはもう中継ぎとしてはありすぎるくらい、あり余ってる感じがするね。レッツゴー。カレンが来た。ブスはどこに来る？ブスは悪だ。可愛いは正義。体力回復、いいね。カモン、戦士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 カモン。お前、お前、意地でも逃げるな、お前。お前、そういうやつだったか？知らんな。去年会った頃は違かったけどね。去年会った頃のお前はもっと柔らかくいいやつだったよ。お前はそんなやつなんだね。わかりました、わかりました。もう用はないでしょう。さて、ブスから逃げて、おお、変化球マスじゃないか。いいね。よしよしよし。もうステージ4はこれにて終了。体力温存作戦ですよ。最後、バチコンと、いい選手を作る。レッツゴー。おいの作戦成功です。行こう、行きましょう。あー、ハゲがいる。これはどうする。一か八か行くのありか。ありだと思う。今のままではちょっとねっていう感じがするからね。俺はかけるよ、ハゲに。ハゲにかける。天才ハゲにね。基本能力ほら見て、最悪だね。頼む、神よ、神とハゲよ、全ての力を俺に与えてくれ。奇跡を起これ、願いを叶え。レッツ、案の定失敗した。最悪、裏切られた。裏切り、裏切り、ここにあり。あのハゲ絶対許さねえ。俺は死ぬまであのハゲを恨み続けてやるわ。死んでもなお恨み続けてやる。嘘んだろう。やっぱやっぱやっぱ信じるべきじゃないね。ハゲはダメだ。信じちゃダメなんだ、ハゲって。最悪だね。お、役満来てくれた。ありがとう。これでブスは消えろ。はぁ、ダメ。もう俺はもうハゲやらないからね。あ、これどこにあるんだ？あ、宝箱そっちあんのか。よしよしよし。うん、役満、ありがとう。ひじりちゃん、素晴らしい。まあ、ほんとひどい能力だけどね。もうここは強くしていこうよ。うわぁ、うわぁ、ひでえな、これ。二軍ピッチャーじゃねえか。スタミナあり余ってるやつだね。ただの元気っ子じゃねえか、お前。田舎の元気っ子じゃ、ボケ。ハゲをね、ハゲと出会わなければもっと彼はいいプロ野球選手になってたでしょう。でもハゲと出会い、ハゲにやられたせいで、残念なハゲになりましたね。残念なハゲってなんだ？ハゲは残念なんだよ。いや、ほんとちょっと失敗したね。ちょっと調子に乗っちゃった部分、その場の成り行きで行っちゃった部分があった。過去にね、このハゲに何度もやられてることを俺は忘れてたよ。調子に乗っちゃった悪い癖なんだ、これが。能力の方はこんな感じです。お世辞にもいいとは言いませんでしょう。する前はもっと良かったけどね。はー、まあ、残念。次5人目。もうハゲは信用しない。行きましょう。さて、お次中継ぎ5人目の選手は、ここはどうしようかな。右右左左と来てるからね。いや、最後も左で OK かな。ほんで、投手で、3クォーターの81番。で、球団設定はお次はセーブで作っていく。持ち込みアイテムはね、どうしようかな。ね、スタミナカードと、コントロール、制球力でいいかね。よしよし、これで作っていこう。レッツ最強サクサクセス、ステージ。ワンワン。やってきた。さて、初期能力はこんな感じ。カットボールがついてるね。おお、いきなり青マスじゃないね。ステージ1から青マスだらけ。そしてガンダーもいるね。まあ、ガンダーにうまく遭遇できればいいんだが、変化球はスローカーブがついた。こら、いい変化球。宝箱もあるしね。ぜひぜひ、行かねば。カモン、ガンダ
いい子だ、今日のガンダーいい子。チヤホヤカード、おいバカ犬とか言ってごめんな、めっちゃお前賢いやないけ。なんでお前みたいなやつがノラやってんだ。正直狂犬病持ってそうで怖いんだよな、勘弁してくれよな。噛むなよ、噛むな、舐めるな、触るなよ。もう関わるな俺に。ごめんね、ボロボロに言ってボコボコに言ってね。ガンダーの呪いと言っておきましょうかね。そりゃそうですよね、せっかく親切してくれたやつがね、あんだけボロボロに言われたらそりゃそうなるでしょう。でもガンダーのおかげでステージ2は3人の選手がいますからね、ぜひぜひ遭遇せねば。カモン、コントロール4、特殊能力だ。どこ行く、カモン。イエーイ、逃げ玉ですよ。お前逃げたな、お前弾は逃げていいけどお前自身は逃げんじゃねえよ。なんで逃げたんだよ、許さねえ、絶対に許さねえ。こう行こう、こうやって。お、チアホヤカード再びゲッチュ。神はいるって言ってるそばから落とさないで、上げて落とすのやめよ、一番嫌いなパターンだから。神はいるって言ってる最中に落ちるっていうね、落とすっていう、神などやっぱいないわ、上げちゃダメなんだ。さあ宝箱、スタミナ超人で戦士カンボ、いいぞ。球速が3アップ、素晴らしい。で下におにぎりマスがあるのでぜひぜひ踏みたいところではあるんですけど、正直ね、踏まない方がいいかな。踏まない方が逆に、踏みに行く分の体力使うからね。お、またダウンか。で、何？チェンジアップ。あー、これはいい。変化球だけ見たら十分いい。この変化量をどこまで強化できるかだね。それが一つの、あれだ。なんだ。言葉が出てこねえ、あんちゃん。助けてくれ。いいね。待てよ。待てよ。落ち着けよ。大丈夫。まずはこっち行こう。アイテムカード。ぶっ飛ばしカード。よし、可燃対策になるよ。で、誰だ？おお、緩急丸、これはありがたい特殊能力。ほんで体力5回復。持ってたカード、落とすな、持って落とすな、すぐ落とす。交番行った方がいいんじゃないか、もっと落としてるかもしれんね、いろんなもんをね。さてさてさて、行こう行こう行こう、もうゴール行こう、ゴール、はい、ゴール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 目指そう。うわー、ぶねー、残る1だったのか。だからあそこで5を引いてなかった、行けてなかったってわけだよね。危ない危ない。さて最終ステージだ、悔いのないように。残る体力はもう10だけどね。よし、これで16になったよ。宝箱を取って、野球偉人伝、あー特殊能力がついたね。正直能力を上げてほしかった俺は、個人的には。お、全部球速マスになったよ。で、カレンはどこにいる、カレンそこいるね。よっしゃ、あー、じゃあもうこれやることねえか。あ、選手かも、最後に来てくれた、ありがたい。はい、コントロール4アップ。んーで、これで終わりだな。変化球どれも変化量1、持ってるものは素晴らしい、ただ変化量を一度も上げれることができなかった、それだけが後悔だね。はい、5人目はこんな感じですよ。まあ、特殊能力はね、何個かついてて、これ回復 C っていうのが非常にいいんだよね、中継ぎにとってはいい能力なんですけど、もっと強くできたんじゃないかなと俺は思うね。素材は良かった。変化球、カットボール、スローカーブ、チェンジアップ。ただそこから一度も手を触れることなく、ね、放置してしまったという感が半端ないね。まあ、しゃあない。出来上がったものはこんな感じですから。お次、中継ぎ最後の選手になります。6人目、行きやっしょ。さて、中継ぎ最後の選手は、右投げ、右打ち。で、守備者は投手。フォーム設定は、サイドスローとかありじゃないですか？の、いや、待て、アンダースローだな。アンダースローの20番。で、球団設定は楽天。持ち込みアイテムはね、ラッキートレジャーと、スタミナ強化カード。いや、待て。ぶっ飛ばしカードだな。この2枚で最後の選手、中継ぎを作るよ。レッツ最強サクサクセス。ステージ11ですね。やってまいりました。テンションが全然違うっていうね。さて、初期能力は変化量、シンカーが2ついてますね。で、青マス、おー、いきなり青マスが多い感じがするね、ステージ1から。おー、スタミナ強化カードゲッチ、これはありがたい。さて、選手はカモン。カモン、選手どこ行く？カモン、福山。福山雅治です。全然似てないモノマネ、ありがとうございます。似てないことで俺有名だからね。似る気配がないっていうね。似るわけないんだよな、俺が福山の真似してもね。顔が全然違うから。骨格、すべて違うから。同じ人種とは思えない。そんな差がありますから、僕と福山雅治ではね。悲しいね。自分で言っててものすごく悲しいね。惨めだね。死ねばいいと思うよ。申し訳ない。ネガティブになってしまった。次行こう。戦士かも！戦士かも！戦士かも！意地でも逃げるな、お前。もういい、もういい、もういい、もういい。追わない。追わない。追う必要性がない。帰れ。帰れ。斉藤、帰れ。
引退を表明した斉藤ですよね、今季で。この人はね、日本いた時も良かったんですけど、メジャー行ってなお良くなったんだよね。だからね、メジャーってよくこうなんかすごいイメージあるけど、意外にもね、活躍できるもんなんですよ。この斉藤という選手全く期待されてなかったんだよね、行った時。あいつバカだなって、お前が活躍できるわけねえだろっていう感じのあの雰囲気が漂ってたんですけど、風潮ができてたんですけど、いざ行ってみれば中継ぎとしてものすごく優秀な成績を叩き出したっていうね。だからね、野球に一番必要なのって実力もそうですけど、それ以上に適応能力ですね。だからね、メジャーのトップの層がこっちに来ても活躍できるとは限らないんだよね。そうそうそう。ほんでこっちの意外にそういうなんて言うんですかね、あまり日本でも実績のない選手がね、行ったら意外にも活躍できるっていうパターンがあるかもしれないね。適応能力ですから、メジャーは動く球が主流ですからね、それに合うバッターとかがもしかしたらいるかもしれないね、日本にも。と俺の理論を言ってみた。全然合ってない感じがするけどね、まあいいんですよそんなことは。ステージ4行こう、ステージ4やーて行こう、やっていこう。さて変化球があるな、ぜひ踏まねば。おうおうおうおお、宝箱もあるね、宝箱、たま手箱、イエー。でどうすよ、どうしようかなこれ。こっちから行こうかな。おお、金縛り、さっきからずっと金縛りになるね、怪奇現象じゃねえか。お俺金縛りとか一度もなったことねえか、わかんねえ、共感できないね。いいねを押せないね、フェイスブックで言う。わからないから。共感できない。いいねを押せない。押す手が震えてる。さて待て。お、宝箱。カモン。カモン。レッツゴー。レッツゴー。で、体力ない。あー、野球マンこのタイミングできたか。遅えよ。遅いよ。遅いよ。ほんで、遠いよ。無視だね、これは。うわー、体力1か。ほんで、これ10回復ですから、ステージ5ではもうほとんど何もできない。これ、ゴールすらできない可能性もあるぞ、みんな。やばいな。さて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ちょうどか、ほとんど。うわ、ハテナマスで体力ダウン、減少ないこと祈るよ俺は。はいはいはい、終わった。気分ダウン、終わりました。はい、選手作りやり直しです。クルーズ最後に来ても意味ねえんだな、最悪ですな。運がない、運がなければうんこもない、最悪だよ。ゲリ弁が出そうだ。え、プロ入りカード持ってた？あ、マジで？いつ手に入れた？話してる最中に手に入れたのかな。ごめんごめんごめん、俺の勘違いだ。なんかできてたね。はいはいはい、できましたできました。6人目ね、中継ぎ最後の選手。いつ手に入れたのか覚えてない俺、知らなかった。プロ入りカード持ってたんだ。どっかで手に入れたんだろうね。もしかしたら神様がそっと俺のポケットの中に入れたのかもしれないね、俺が気づかない間。ありがとう神様、神様ありがとう。次会う日まで、もういいや。もういいや。はい、最後の選手、中継ぎですね。できました。この6人の選手が、シーズン4ピーマンズのね、中継ぎ投手となりますから、この選手たちがどのようにこのシーズンで暴れてくれるかね。3度噛んだね今、言い直したのになお噛むというクソっぷり、ありがとうございますですよ。滑舌人悪い、ある人あるあるだね今。もうなんかグダったな。結局全部噛んでる。もうやめた、この話題やめる、やめる。うん、わ、中継ぎはねこれにて終了。さて最後はクローザーです、抑えです。いや俺はね、最後このクローザー、抑えというのは非常に重要ですから、メジャーのね、レジェンド、ヤンキースのレジェンド、マリアノ・リベラ、こんな選手みたいなクローザーを作りたい。もう打たれるはずがないっていうね。よし、右投げ右打ち、ほんで投手、オーバースローの、いやオーバースローの129番で、球団設定はね、ソフトバンク、強いチームで、持ち込み相手は球速強化カード、そしてラッキートレジャーカード、これで OK でしょう。これで悔いのないように、これがシーズン4最後の選手作りになります。悔いを残さないようにやっていこう。レッツ最強サクサクセス、ステージ11、やってきた、やってきたんです。おいえ、さて初期能力は、ほら見てこれ、カットボールついてるね、リベラじゃないか。このカットボールを俺は強化していこうと思うからね、みんなよろしく。いいぞ、無地パネルが青くなる、青くなる、無地パネル、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 パネっちゃう、パネル。
ネバちゃんパネル、そして輝くウルトラソーラー。気持ちいいね。最高です、最高です、最高です。さてさてさての、こっち踏んで、こっち踏んで、はい、こっち行って、こっち行って、かも。赤パネルが輝きを失っていく。うん、正直今意味ないな。あまり今意味を持たないね。うん、ステージ1これにて終了だ。スタミナマスはいらない。スタミナマス踏む必要性ないから抑えですからね。もう重要なのはとにかく急速変化量、この2つ、請求力もそうですけど、それ狙いで俺は踏んでいくからね。よし、こっち行ってみよう。とにかく、おお、無地パネルが様々な色を輝き出したのはいいんだが、これはちょっと下行けなくなったな。テンションやる気が下がるわけねえんだよな。リベラを目指してるやつがそんなやる気下がらないから、非現実的だね、ものすごく世の中って。戦士かも。お隣、対左打者 C、 いいね。で、あの戦士はもう来ねえ。残るはスタミナマスだけだ。うん、ステージ2もこれにて終了。スタミナはいらない。何度も言わせるな。俺が勝手に言ってるだけだけどね。さて、ステージ3だ。おう、待てよ。セカンド変化球があるね。あれ踏もうか。何？急速超人ね。急速は5アップ。いいね。おー、プロリカルまたゲッチ。これでもう失敗はないわ。で、第2変化球は？カットボールが2個ついたね。いいじゃない、いいじゃない。別にいいじゃない。変化量の違うカットボールを2個持つのも一つ手だよね。うん。ただ待てよ、これ。下に全部青マスが固まってんだよね。ややこしいステージにやってきたな、これも。無地、はい、無地パネルが青く輝き出すハプニング。オーマイガー、オーマイガー、ごめんね。ごめんね、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 踏んじゃいます、踏んじゃいます。言われなくてもそのつもり。はい、踏んじゃいます、踏んじゃいます、踏んじゃいます。宅配便です、宅配便です。踏んじゃいます。基本能力が入れ替わった。なんだ、スタミナと守備力か。うん、別にいいんじゃない、別にノンダメージ。俺には関係ねえ。さて、ブスが降りてきた。わー、これ目つけられるね。下から行こうか。どっち来るんだ、ブス。はっきりしろ。落ち来ねえよな。うわー、マジか、来てたの。ちゃんと見てなかった。もう勘弁してくれよ、ブス。もうブスはブスでも、ブスは帰れ。ブスは帰れ。素直にブスは帰れ。腹立つわ、本当に。二度と出てくるな、つったよな。気持ち悪い、つらしやがって。子供が泣くからやめろ、それ。気持ち悪いわ。ただの暴力罪だからね。やり逃げですよ、こんなもん。こんなもんが成立するジャパン、怖いね。さて、11か、体力。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。無理だね。見て、このやらしいゴール前に赤マスしか置いてないの。やらしすぎるでしょ。そりゃ能力下がるよ。当たり前でしょ。いかんいかん。もうステージ4はこれにて終了。もうステージ5で強くしていこう。なんだこのゴミみたいなクローザーは。リベラ要素どこにあるのかぜひ教えてもらいたいね。俺後悔のないように選手作るっつったよね。今んとこ後悔しまくりなんですけど。ね。ラッキートイジャーカード落としてしまった。もう仕方がない。急速超人ね。お、急速は5アップ。ただこれでもまだまだ弱すぎるぞ。宝箱取りに行こうか。1、2、3。あ、シャッフルマスあるから意味ねえか、これ。うわー。4、5、6、7、8、9、10、11、12。もうあの上の宝箱を諦めるしかないというのか。ブスはどこに来た？帰れ、ブスは。ブスは帰れ。二度と来んなっつってんだろ、お前。日本語ただ、日本語分かれや、いい加減に。さて、飯田、急速を上げてくれたね。いやー、もうやることないかな。やることないね。あ、終わりだ。クローザーがこんな能力って。もうしゃあない、出来上がりはこれだから。俺の不注意だ。ブスが前から来ていたことを気づかなかった。いや、気づいてた自分もいたのかもしれない。じゃあなぜ言ったんだ。そう、ド M か？ド M なのか、お前は。はい、最後の投手が出来上がりました。残念ながら、クローザーがこんなクソみたいなピッチャー、リベラ要素どこにあるんだという、ね、勝手にお前が思ってるだけじゃねえかっていう言いたくなるような、そんな選手ですね。最後の最後がゴミのような選手できてしまったことは非常に申し訳なくのも、ごめんなさいと謝りたいですね。もうでも出来上がったものは仕方がない。ぐちぐち言うのは男らしくないのでこれ以上は言いません。これがうちのクローザーとなる、抑えとなる選手になりますね。これで選手作りは終了。実況4回目も終了になります。明日実況5回目ではついにオートペナントで回していきます。どのような結果になるかはまた明日お楽しみというわけで、また次回の実況も見てくださると嬉しいです。じゃあ今回はこれにて終わりだ。グッバイ、また会いましょう。